What's up YouTube? 今日のビデオはですね、ムーンカップっていうのかな、月経カップを3ヶ月間使ってみての感想をちょっと言おうかなと思います。今回のビデオでトピックが月経なのであのね、デモグラフィック見たら、だいたい8割から9割ぐらい私のビデオを見てくれる人は女性が多いらしいので、まあ多分問題はないと思いますけれども、今回の話題は月経カップについてです。月経カップって使ったことありますか？私ね、最近までなくて、で、この間つい3回かな ?3、3サイクル使って、で、まあ良かったことと、ちょっと困ったことがあったので、ちょっと誰かの参考になればいいかなということでビデオを作ってみることにしました。まずですね、月経カップはこういう感じのシリコンになってて、医療用シリコン、医療用のグレードのシリコンを使ってて、まあ、ここに引っ張り出しやすいようにステムがついてるんですけど。でですね、使い方なんですけど、まあ、簡単に言ったら、大体ね、これを、折り方いっぱいあるんですけど、まあ、大体こんな感じでちょっと折りたたんで、で、ここね、ちょっとあれなんですけど、ここにこう入れて、で、こう、グッ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 と入れたら、そのうちに中でパカッ、あ、飛んでった。飛んでった。飛んでった、どこ行った。もう一回やります。まあ、なんかね、うさぎがいるので、これ綺麗に洗ってあるから、本当は別にこうやって出して遊ばない方がいいんですけど、またこの後洗います。月経カップ。これ使い方なんですけど、だいたいね、こんな感じで折って、で、ここにこう、キュッと入れて、で、中でこう、パカッと開く感じですね。で、シリコンなんで、ここで、こう、経血を受け止めてくれて、で、出すときなんですけど、出すときはこう、グググッと引っ張って、で、ボトムのところをキュッと押すと、空気が入って、コポッと抜けるので、こう一生懸命こう出して、で、中身を捨てて、きれいに洗って、もう一回使うっていう感じですね。で、私が買ったのは、これがね、普通の費用と、ちょっと大きめの多い費用を買いました。でもね、私ね、最近生理3日ぐらいで終わるから、1日目、2日目、3日目みたいな感じで終わっちゃうんですけど、まず使って良かった点なんですけど、まず一番大きいのがゴミが出ない。私ね、もう何年も布ナプキンを使っててですね、フランネルで自分でこう、数年前にミシンで作ったやつ、もうミシン持ってないんですけど、まあ数年前に自分で作ったやつを使ってて、でね、それはすごいやっぱり市販のケミカルナプキンっていうのかな、売ってるやつに比べたら良かったんですけど、いかんせんこう、しょっちゅう洗濯をしたりとか、まあトイレに行って取り替えたりとか、まあ出先でちょっとめんどくさいなっていうことがあったんですね。なんですけど、こう、このムーンカップ、これはムーンカップっていう名前じゃないんですけど、月経カップに変えてから、朝変えて、だいたいね、6から8時間ぐらい持つんで、これで。で、朝変えて、まあ、どっか出かけても、出先でこれの取り替えを心配しなくてよくなったのと、まあ、あと、ゴミが出ない。これをまた、月経が終わったら、きれいに、洗って、もう一回またしまって、次の月使うって感じなんで、ゴミが出なくなったのはすごい自分的には嬉しいですね。あとまあ、布ナプキンに比べても、洗濯が楽になった。洗濯が楽になったというのはありますね。で、あとはですね、ここに、経血が溜まって自分で取り出した時に、色が見えるので、色とかの状態が多いとか少ないとか。なので、まあ、経血の状態、健康チェックができるっていうのも私はいいかなと思います。でですね、これ入ってる時は、入ってある程度するとこう中でちょうどいいポジションで収まるので、もうあとは入ってるということをほとんど忘れてしまうので、なんか今自分が生理中だっていうのを忘れられるっていうのも私は大きいポイントだと思いますね。で、まあそんな良いこと尽くしに見える月経カップなんですけど、まあ、困ったことはいくつかあって、まず最初ね、私これ使い方、一応インストラクションがついてきたんですけど、こう使い方がいまいちよくわからなくてですね、YouTube でビデオとか見たりしたんですけど、なんか自分でやってみたんですけど、私ね、もともとタンポンが嫌いで、一
回若い頃に使って、うわもうこれは二度と使わないと思って、それ以来ずっとナプキン使ってきたんですね、生理の時は。で、まあ、あのケミナプから布ナプに変えてっていうのはあったんですけど、こうもう今更処女でもないのに何を言うねんって感じなんですけど、ちょっと最初怖かったんですよね。で、入れ方がよくわからなくって、でやっぱりこうちゃんと履いてなかったのかなで、ちょっと漏れたっていうのが最初の1回2回ぐらいはありましたね。でもね、もう慣れたらあのちゃんと収まるところに収まるんで、そこまで心配することはないと思います。あとはですね、ビデオをいろんな他の人のビデオを見たりしてると、なんか出先で困るっていう風なことをおっしゃる方がいるんですけど、アメリカはね、ぶっちゃけ義務として新商社用の車椅子に乗った人用のお手洗いっていうのが義務付けられているんで、こうどこに行っても大体ね、新商社用のおトイレは結構大きめのストールになってて、でそこの中にちゃんと中でもそのまま手を洗って出れるような水道があって、石鹸があって、お手洗いがあってっていう風な個室になっているところが確実にあるので、だからよっぽどなんか手が汚れたりしてもちゃんと中で洗って出れる、こう汚れた手でドア開けて外に出て手を洗わないといけないとかいうことはないので、まあ、そういう点ではあんまり困ったことはないですね。その最初の何回か使い方がよく分かってなくて漏れましたみたいなのを別にして、私ね、結局この大きい日多い費用と少ない費用というか普通の費用の2つを買ってですね、で初期費用がアマゾンでこれ2つ買って、これはねレナカップっていう新しい会社で、別にアフィリエイトではないんですけれど、これを2つで確か40ドルぐらいやったと思います。でね、なんか1つで買っても25ドルぐらいなんで、それやったら2つ買ったらいいわと思って2つ買ったんですけど、まあ、その初期投資にお金がかかるというのはまあちょっとネックかな。ちょっと高いですよね、40ドル。その生理用ナプキンのことを考えたら。まあでも40ドル。私あのもうケミカルナプキンを買わないので、あれいくらぐらいやったかな ?4 ドルぐらいまあだから1年間使えば元が取れるといえば取れますよね。まあそんな感じで。で、まあ結論から言うと、私は買ってよかったです。もう多分今回3回使えて、次使うので4サイクル目ですけど、多分これはずっと使い続けていくかなと思います。でおトイレもすごい簡単で、使い終わったら綺麗に石鹸で洗って、でまあまたもう一回装着し直して、でサイクルが終わったら熱湯で消毒して、またねこの袋巾着がついてくる、これコットンなんですけど、こういうのにしまって風通しよくして次の月までしまっとくみたいな感じなんですけど、すごい便利で私は重宝しております。そんな感じですかねなんでまあいろんなブランドがあって、ルナカップとかムーンカップとか他にもなんかあるのかな。私はあのカリフォルニアで作ってる医療用グレードのシリコンを使ったっていうのがちょっと売りになってるやつ、新しい会社のやつを試してみて、まあ、結構良かったです。はい、使ったことない人とかちょっと怖いなと思うかもしれないんですけど、タンポンよりは絶対いいです。多分特にタンポンは中に入ってるケミカルがすごい体に良くないっていうんで、そのことを思ってもまあ多分もっとこっちの方が健康的なんじゃないかなと私は思います。はい、じゃあそんな感じで今回のビデオは月経カップ使ってみましたということで、じゃあ皆さんまた次のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。